日本の野球ファンの皆さん、動画をご覧いただき大変ありがとうございます。アメリカ代表との決勝戦は本当に痺れる試合でした。日本中、いや世界中で多くの野球ファンがやるべきことを放棄して見守ったことでしょう。覚醒した村上選手のホームラン、そして準決勝では惜しくも好守備に阻まれた岡本選手のホームランも飛び出しましたね。今永選手を筆頭に侍ジャパンの投手陣が一回一回思いをつないでいく姿も本当にかっこよかったです。ロースコアながら手に汗握る大興奮の試合展開でした。そして最後の最後、トラウト選手を三振に打ち取り優勝を決めた大谷選手が喜びを爆発させる姿はまさに劇的な瞬間でした。日本中に感動の渦を巻き起こしましたよね。そんな大谷選手は試合後のインタビューで優勝への喜びをこのように語りました。優勝を夢見ていたので本当に嬉しい。粘り強く最後の最後まで諦めず監督を優勝させることができてよかった。大谷選手は WBC 開幕前から優勝や世界一といった言葉を幾度も口にしてきました。決勝戦の試合前の声出しでもこのように語りかけチームを鼓舞しました。僕から一個だけ、憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、野球やってれば誰しもがこう聞いたことあるような選手たちがやっぱりいると思うんですけど、今日一日だけはやっぱ憧れてしまったらね、やっぱ超えられないんで、僕らは今日超えるためにやっぱトップになるために来たんで、今日一日だけは、彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。最後、この声出しの映像が公開されると日本のファンからたくさんのコメントが寄せられていました。めちゃくちゃ痺れた、真の名言、これ言われたら誰もがついていきたくなる、かっこよすぎる。トップになるためにここまで勝利を紡いできた侍ジャパン、その思いが叶った瞬間には大谷選手もマウンドでグラブと帽子を投げ捨てて喜びを爆発させていましたよね。優勝が決まった直後から大谷はアメリカツイッターでトレンド1位に。また韓国メディアイルガンスポーツは最後の瞬間をこのように報じました。漫画野球、筋書きのないドラマの主人公を演じたのはやはり大谷だった。大谷が大会 MVP に選ばれたのは当然の結果だ。日本代表が繰り広げた筋書きのない名作、大谷だからこそ最後まで主人公を張れたのだ。日本代表チームへの合流から驚愕のバッティング練習、走行試合での2ホーマー、開幕投手としてのお立ち台、投手としても打者としても活躍し、最後は大会 MVP を獲得。本当に漫画の主人公のようです。正直出来すぎと思わざるを得ません。大谷選手の最終成績は投手として2勝1セーブ、打者として23打数10安打で打率4割3分5厘、1本塁打、8打点、本当に驚異的ですよね。誰にも文句を言わせない二刀流での大会 MVP 獲得です。ということでこの動画では WBC での大谷選手の活躍を振り返りながら、海外の反応や大谷選手を称える声をたくさん紹介していきたいと思います。諦めずに全員で一丸となって戦う侍たちの姿は本当にかっこよかったですよね。大谷選手はその筆頭として私たちに大きな夢と希望を与えてくれました。そんな大谷選手の活躍を早速振り返っていきましょう。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。優勝だけを目指して WBC への意気込み。大谷選手が侍ジャパンのユニフォームに身を包んで私たちの前に現れたのは1月に行われた会見でのことでした。選考メンバー12人が発表されたこの会見で、栗山監督は WBC で優勝することの意義を語っており、次のように語っていました。世界一の姿をお見せしたいですね。結果もそうですけど、日本人としての誇りや日本人は何でもできるんだぜという姿を届けたい。それからもう一度夢を見てほしいという思いがあります。コロナもそうですし、まさかこの時代に人と人が戦うなんて思ってもいなかったですし、どうしても閉鎖的になりがちですけど、やっぱり大きな夢を見てほしい。ワクワクする気持ちは年齢に関係なく人を元気にすると思うので、侍ジャパンを見た時にあんな風になりたいなってワクワクする感じにしていきたいですね。
栗山監督が語る言葉がまさに現実のものになりましたね。さらに大谷選手も栗山監督と思いを同じくし、優勝への決意を口にしていました。いつかここでプレーできたら面白いだろうなという夢を持っていましたし、前回大会に怪我で参加できなかったので、なおさら出たい気持ちがありました。素晴らしい選手が集まっているので、優勝だけを目指していきます。大谷選手にとっては初めての WBC。 幼い頃から夢見た舞台で戦うことには、喜びとともに緊張もあったことでしょう。その後の会見やインタビューでも、大谷選手は何度も勝つことだけを目指すと口にし、並々ならぬ思いの強さが伝わってきました。ダルビッシュを積極勧誘。今回チーム最年長として宮崎キャンプから参加し、多くの若手選手たちにアドバイスをするなどチームを引っ張ったダルビッシュ有選手。実はダルビッシュ選手が WBC への参加を決めた理由の一つが、大谷選手からの熱烈なお誘いを受けたからなのだといいます。ダルビッシュ選手は次のように語っていました。大谷君がシーズン中から連絡をくれていて、出てくれないと困ると言ってくれていた。大谷君は出る気満々で、 WBC 本当に優勝したいって思っている。とにかく彼は優勝したいんですよ。それは個人の成績がどうとかじゃなくて、この子優勝したいんだな、単純にって。大谷選手は WBC への出場を決意したその瞬間から優勝という目標を掲げ、そこへ一直線に向かっていったのでしょう。もしかすると大谷選手がダルビッシュ選手のことを積極的に誘わなかったら、ダルビッシュ選手の出場は実現しなかったかもしれません。ダルビッシュ選手にとっても今回の WBC 出場によって得られたものは大きかったようです。WBC 合宿中に撮影されたと思われる高木豊さんとの YouTube 対談では次のように語っていました。大谷君はすごいですよ。でも僕がすごいと思うところは彼の裏の部分ですね。もちろんプレーもすごいんですけど、日々の過ごし方やどういうものを食べているのか、そこがすごいんですよ。見るべきはそこ、大谷君のそこを見なきゃダメなんですよ。でないと大谷君には近づけない。打つ姿を見て、すげえすげえって言うだけじゃなくて、それを目指さなきゃいけない。その裏側、例えばジャンプの仕方やトレーニングの組み方、栄養の取り方を見てもすごい。そりゃああなるよねと思います。だから僕は驚かないんです。さすがダルビッシュ選手ですよね。観察眼が鋭いというか、だからこそダルビッシュ選手は36歳になった今も第一線でやれているんだろうなと思いますよね。才能が素晴らしいのはもちろんなんですけど、それプラスそこがあるので、そこを見てほしいですよね。大谷君のトレーニングとか栄養とかテレビで見る機会はないですし、今僕はその権利があるわけだから、大谷君がどんなトレーニングをしてるかをちゃんと見て記録してる。ダルビッシュ選手の向上心や日本中へそれを語ってくれるマインドが非常に素晴らしいなと感じます。大谷選手の日々の習慣を見る機会がないからこそ、大谷選手のそうした裏の部分を語ってくれるのは非常に嬉しいですよね。ダルビッシュ選手は今回の WBC に参加したことで、いろいろな選手から刺激を受け、さらに向上心が刺激されたのだといいます。目標っていうのはないですけど、今回いろんな選手といろいろ話をしたりとか、特に大谷君といろんな話をして、まだ俺いけるんじゃないって思うところがあるんです。先があるんじゃないかってすごく思うので、ちょっと楽しみになってますよ。ちょっと前まではあと6年とかと思う時もあったんですけど、最近ワクワク感が出てきました。家族のためにももう数年頑張らないとって思ってます。こう語るようにダルビッシュ選手にとっても大きな刺激があり、さらなる成長のヒントを得られた素晴らしい経験になったようです。メジャーのトップで戦う2人が同じチームで戦ったことが非常に大きな化学変化を起こしてくれたようです。壮行試合からすでに大注目だった。さて、大谷選手は WBC 開幕前からすでに絶好調でした。これまで侍ジャパンの合宿といえど、バッティング練習で大きな話題になる選手はいなかったのですが、大谷選手が合流してからは大きな話題となりました。試合でのホームランならまだしも、バッティング練習が話題になるというのが、これまたすごいことですよね。侍ジャパンの選手たちは次のように語っていました。初めて見たんですけど、すごかったですね。言葉が出ない。自分と比べて打球の上がりだったり、飛び方、すべてにおいて違うなという感じはしました。噂は聞いていたんですけど、びっくりしました。スイングの力強さだったり、弾道だったり、飛距離だったり、初めて見ました。
私も長年プロ野球界に関わっていますけど、ちょっと次元が違うなという感じはしましたね。普段の仕事柄メジャーの選手も見てますけど、打球の角度、飛距離、パワー、私も初めて目の前で見て驚きました。また阪神との壮行試合では、侍ジャパンに合流後、初戦でいきなり2本のホームランを見せてくれました。パリーグのホームラン王に輝いた山川穂高選手は、大谷選手のバッティングを見て自信を失ってしまったようで、次のように語っていました。なんて表現したらいいんだろう。マジで野球やめたくなりますね。努力してもあれは無理でしょうね。ちょっとね、同じ競技をやってるとは思えない。韓国の日刊紙朝鮮日報も、壮行試合の段階から大谷選手に注目していました。この日のホームランをこのように報じています。WBC 日本代表の大谷が強化試合で信じられないほどの力を発揮、日本のホームラン王でさえ感銘を受ける。大谷の計り知れないパワーが光った。大谷のパフォーマンスは漫画みたいだ。まさに漫画のようなパフォーマンスは、日本中のファン、そして現役選手たちの視線を釘付けにしました。ショータイムはすでにここから始まっていたのです。開幕投手となった中国戦の登板、そしていよいよ WBC が開幕の日を迎えます。侍ジャパンにとって大事な初戦、そのマウンドに立ったのが大谷選手でした。 WBC の初戦を大谷選手に託したことについて、栗山監督は次のように語っています。これだけいい投手が揃っている、いろんな考え方がある。僕が決めた理由は、大事なスタートを大谷翔平でいく、それだけです。この言葉には、大事な戦いは大谷翔平、迷ったらとにかく大谷翔平と自分の中で決めているかのような、そんな思いが感じられました。言葉通り、栗山監督は全幅の信頼を持って、大事な初戦のマウンドに大谷選手を送り出しました。この日大谷選手は4回無失点、5奪三振と完璧なピッチングを披露し、東京ドームを大いに沸かせました。さらに打者としても2点タイムリーを含む2安打を記録。東京の地でも変わらぬリアル二刀流を見せつけたのです。大谷選手は当たり前のようにヒーローインタビューに登場し、 WBC 初戦のマウンドに上がったことについて次のように語っていました。ちょっと序盤から重たいゲームでしたけど、最後の方に打線もつながって、なんとか勝つことができた。まずはゼロで抑えるつもりで、球数は決まっていたけど、その中でなるべくゼロで抑えることを考えていきました。初戦ということで少しの緊張はあったと思いますが、その中でもしっかりと相手打線を抑え切るという大谷選手の凄さに日本中が歓喜しました。そんな大谷選手の活躍に海外のファンも大注目。 SNS では次のようなコメントが寄せられていました。翔平はモンスター、睡眠時間を犠牲にして大谷とヌートバーを見る価値は十分あったぞ。翔平って母国では神扱いなんだな。さらに各国のメディアも大谷選手の活躍を大々的に報じ、その凄さを絶賛。海外メディアでは大谷選手の活躍を大きく報じていました。このスーパースターはホームの観衆を熱狂させ、チームのために2得点を挙げた。大谷は WBC のようなイベントに最適な超人的なプレイヤーであり、世界中から新しいファンを引きつけることができる人物だ。大谷翔平のワンマンショーだった。メジャーリーグで見せた漫画野球を WBC でもそのまま再現した。初めて日の丸を背負った WBC で初戦のマウンドを任されるなんて、常人のメンタルでは耐えられないプレッシャーですよね。そんな中、大谷選手はいつも通りの素晴らしいプレーで日本を勝利に導きました。その強いメンタルと驚異的なパフォーマンスには脱帽するしかありません。まさに大谷選手らしさを見せてくれた試合だったと思います。初回で決めたオーストラリア戦。さて、続いて振り返りたいのが、グループリーグ最終戦のオーストラリア代表との試合。この試合でのハイライトは印象に残っている人も多いのではないでしょうか。そう、大谷選手は初回で試合を決定づけるスリーランホームランを放ちました。しかも打った瞬間ホームランとわかる打球は、自身の顔が映った看板に直撃するという圧巻の飛距離でした。この凄まじいホームランには多くのファンが熱狂。SNS 上は称賛コメントで溢れ返りました。打った瞬間確信したわ。自分の顔に当てたぞ。打球速度が人間じゃない。大谷さんマジでヤバすぎる。さらに大谷選手の活躍は SNS を通じて一気に世界中へ拡散され、海外ファンからはこんな声が飛んでいました。
世界一のアスリートだ。大谷がいるのが本当に羨ましい。大谷はモンスターだ。大谷がいる日本が世界最強だ。また、オーストラリア代表の公式ツイッターも、翔平やばいな、と衝撃を受けていました。さらに各国のメディアも驚きをあらわにしています。アメリカスポーツ専門局のスペイン語版 ESPN デポルテスの記者エンリケ・ロハス氏は太陽系で最も優れたプレイヤーだと表現し、その凄まじさを伝えていました。またアメリカスポーツ専門局 ESPN などに寄稿するジャーナリストのジョイ・リンチ氏はこのようにコメントしていました。大谷は出場を許されるべきじゃない。彼はチートコードだ。なんで日本はエイリアンをプレイさせているんだ。チートコードだ。出場を許されるべきじゃないと言われるのは最大級の賛辞のように思います。あれだけ凄まじいホームランを見せつけられてしまっては、そう思うのもわかる気がします。しかしながら大谷選手の強さはエイリアンだからでも宇宙人だからでもありません。彼自身が持つ才能と努力をここまで積み重ねてきたその成果なのです。誰もが釘付けに。大谷の大谷による大谷のための WBC。 大谷選手の圧倒的な活躍にはグループリーグ第2戦の相手となった韓国のメディアも注目を寄せていました。グループリーグでの大谷選手の圧巻の活躍を目の当たりにし、韓国紙東亜日報は WBC の印象を大谷の大谷による大谷のための WBC と報じ、大谷選手の凄さをこのように表現していました。韓国と日本が属する B 組の試合が行われている東京では、どこに行っても何を見ても大谷の顔に遭遇することになる。テレビをつけると大谷が出て、新聞を見ても大谷が出て、看板も広告も大谷が休むことなく顔を出す。人々も同様だ。昼食の時に立ち寄ったラーメン屋で、隣のテーブルに座った4人の若い女性たちは大谷の話をしていた。居酒屋のおじさんたちの話題もやはり大谷だ。日本全体がまるで大谷にすっぽり包み込まれているような感じだ。韓国紙の記者はまさに日本中が大谷フィーバーに包まれている場面を目撃したのでしょう。 MLB に行ってなかなか生の大谷選手の姿を見る機会がなくなってしまった日本のファンにとって、東京ドームで行われたグループリーグは非常に貴重な機会となりました。大谷選手はグループリーグでの活躍が評価され、見事 MVP に輝きました。初戦の中国戦で4回無失点、5奪三振の好投。打者では全4試合に出場し、12打数6安打で打率は5割。オーストラリア戦では看板直撃の140メートル弾を見せたのですから、全員納得の結果でしたね。そして大谷選手の姿に釘付けになっていたのはファンだけではなかったようです。MLB 公式のマイケル・クレア記者は、韓国戦前のフリーバッティングでの光景をこのように伝えました。韓国代表は翔平大谷の打球練習を見るために、文字通りウォームアップの手を止めていた。そこらのホームランヒッターでは起きないことだ。あの豪快なフリーバッティングを見せられたら、思わず手を止めて見入ってしまうのもわかる気がします。韓国の選手たちも大谷選手のバッティングを生で見てすごく驚いたことでしょう。対戦相手すら魅了してしまう大谷選手の凄さが際立つエピソードですよね。イタリア戦、勝利への執念とセーフティーバント。
準決勝の劇的勝利。さて、準決勝のメキシコ戦でも大谷選手の勝利への執念が光ります。先発の佐々木朗希選手がホームランを浴び、3点を先制される苦しい展開の中、侍ジャパンは吉田選手のホームランなど決死のプレーでなんとかメキシコ代表に食らいついていきました。そして運命の9回、日本は1点ビハインドです。この回に得点できなければ敗退が決まってしまう緊迫した勝負の場面でした。ここで飛び出したのが、この回先頭でバッターボックスに入った大谷選手のツーベースでした。ヘルメットを取りながら二塁に向かって激走する大谷選手の姿からは、まだまだ勝負を諦めていないぞという気迫が感じられました。侍たちを再び奮起させるこの一打には本当に痺れましたよね。さらにセカンドベースから日本のベンチに向かって両手を上げて行くぞという風に煽る姿はかっこよすぎました。その後の劇的な展開は何度もニュースで流れましたよね。続く吉田選手がフォアボールを選び、決勝打を決めたのはここまで不調だった村上選手。大谷選手の勝利への執念とその気迫がチームメイトへ届いた瞬間でした。大谷選手は激闘を制した試合後、9回の先頭バッターとして二塁打を放ったことについて次のようにコメントをしていました。フォアボールでもいいと思って甘いコースだけ打ちに行った。必ず塁に出ると決めていたが、セカンドまで行けたのが大きかったですね。さらに最後の最後で決めてくれた村上選手に対して次のようにコメントしています。宗は本当に苦しかったと思うんですけど、人一倍バットも振っていましたし、必ず打ってくれるというのは吉田さんもそうですけど、僕が塁に出れば必ず最後1点取れると思っていた。何回かチーム全体として折れかけていたと思うんですけど、最後まで諦めないというその気持ちがつないでああいう形になったと思うので、本当にみんな素晴らしかったと思います。大谷選手が語るように、後ろには頼りになる打者がいて、絶対に1点取れると信じる気持ちが大谷選手のツーベースを生み、それがつながっていき、日本代表らしい点の取り方で試合を決めてくれました。韓国メディア E デイリーはこのシーンを振り返り、このように伝えました。ドラマチックなファイナル進出の足がかりを作ったのは大谷だった。最終回にメキシコ投手のチェンジアップをうまく捉え、ヘルメットが気になったのかそれを脱ぎ捨てると二塁上で雄たけびを上げた。あんな大谷の姿は見たことがない。感情をあらわにしてチームを鼓舞する大谷選手の姿は、普段ニコニコと野球を楽しんでいる姿をイメージしていた方にとっては非常に印象的な表情だったでしょう。それほどまでに大谷選手の思いが強かったのだろうと想像できます。このシーンには日本だけでなく多くのファンから称賛のコメントが寄せられていました。大谷さんのヘルメット脱ぎ捨てての暴走、かっこよすぎる。かっこよすぎるぜ大谷。大谷ありがとう。この男は信じられない。世界一の化け物。さらに韓国メディア E デイリーは、メキシコ代表との戦いを通しての大谷選手の振る舞いにも注目していました。試合中メキシコに引き離された時も、大谷はずっとダグアウトで声を出し続け、仲間たちを鼓舞していた。チームにやれるんだという雰囲気を作っていたのは彼だ。やはりスーパースターなのである。投打のプレーでチームを引っ張った大谷選手は、勝ちを諦めないその気迫と強い気持ちで精神面でもチームを引っ張っていたのですね。この試合、劇的な勝利で侍ジャパンは見事決勝へと駒を進めました。いよいよ優勝まであと1勝。しかしそこに立ちはだかったのは、全員がメジャーリーガーで構成されたスター集団、前回大会王者のアメリカ代表だったのです。いざ決勝の舞台。大谷選手は決勝戦前の声出しを担当。その時にはこんな風に語りかけ、チームを鼓舞していました。僕から1個だけ、憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、野球やってれば誰しもがこう聞いたことあるような選手たちがやっぱりいると思うんですけど、今日1日だけはやっぱ憧れてしまったらね、やっぱ超えられないんで、僕らは今日超えるためにやっぱトップになるために来たんで、今日一日だけは、彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。最後！なんていい言葉なのでしょう。この声出しの映像が公開されると、日本のファンからたくさんのコメントが寄せられていました。めちゃくちゃ痺れた。真の名言。これ言われたら誰もがついていきたくなる。かっこよすぎる。
大谷選手は試合後、このような声出しをした理由について次のように語りました。野球やってれば誰もが知っている、耳にしたことがある選手たちが1番から9番まで、ベンチの選手もそうですし、素晴らしい選手たちが並んでいるので、何も考えないとマイク・トラウトだとか、リスペクトの気持ちが受け身の形になってしまうので、そこだけ本当に負けないんだって気持ちを持っていきたいなと思っていた。これは MLB の舞台で戦ってきた大谷選手だからこそ出た言葉だと思います。相手は MLB 屈指のスター集団です。だからこそ気持ちで負けてはいけない。そんな思いが大谷選手にはあったのですね。大谷選手のこの掛け声が侍ジャパンの選手たちにどれほどの影響を与えたのかは想像するしかありません。しかしアメリカ代表を相手に堂々といつも通りのプレーをする侍ジャパンの姿は、ファンから見ても気持ちで負けていないと思える戦いっぷりでした。決勝戦でのクローザー登板。そして運命の瞬間は訪れます。試合は9回表、アメリカの攻撃、3対2で日本が1点のリードをなんとか保っている状態でした。そこで呼ばれた名前は大谷翔平。ここを抑えれば勝ちという場面で大谷選手がマウンドに上がったのです。この起用について栗山監督はこのように話していました。僕は一言も投げないとは言っていない。報道ではいろいろ言われていたけど、実はこのスケジュールを最初に見た時に準々から時差がある中、中4日で彼らが行けるかは最初からすごい考えていて、僕の方から一切アプローチはしていない。彼らが勝ちたいと思った時にアプローチあると思っていたので、あるタイミングで2人とも行きますと言ってくれた。なんと大谷選手、そしてダルビッシュ選手の登板は本人たちが志願してのものだったようです。行ける選手は全員行く。今永選手から始まった継投で一つ一つ繋いできた勝利への道筋、その最後のゴールを大谷選手は自ら志願して掴みに行くこととなりました。大谷選手は先頭のマクニール選手をフォアボールで出塁させたものの、続くムーキー・ベッツ選手をセカンドゴロのダブルプレーに打ち取ります。そしてなんという運命的な巡り合わせか、アウトあと一つというところで打席に立ったのがチームメイトで MVP3 度のスーパースター、アメリカのキャプテン、トラウト選手だったのです。この注目の対決には海外のファンもたくさんのコメントを寄せていました。ついにトラウト対大谷だ。わお、完璧なストーリーだ。野球史上最高の瞬間になるかもしれない。大谷選手は160キロの直球などでストライクを奪うと、最後は得意のスライダーを投げ込みます。トラウト選手のバットは空を切り、その瞬間球場が大きな歓声に包まれました。大谷選手は帽子もグラブも投げ捨てて、おたけびを上げながら喜びを爆発させていました。侍ジャパンが輪になって抱き合いながら優勝の喜びを分かち合ったこの瞬間は本当に最高の瞬間でしたよね。劇的なクローザーとなった大谷選手は SNS でも話題に。こんな声が寄せられていました。泥だらけのストッパー大谷翔平、一番野球を楽しんで野球の素晴らしさを伝えているプレイヤー、野球少年、野球少女たちは目が離せない回だ。ユニフォームが泥だらけのストッパーも初めて見たけど、よかった、最高すぎた。また大谷選手は試合後にアメリカメディア FOX スポーツのインタビューに応じていました。インタビュアーを務めたデイビッド・オルティス氏は大谷選手にこのような質問を投げかけました。トラウトと何年も一緒にやっていて兄弟のような関係で仲もいいと思うんだけど、なんであんなにえぐいボールを投げたの？それに対して大谷選手ははにかみながらこのように答えています。誰よりもチームメイトが人間性も含めて彼の凄さというのをどれだけ素晴らしいかというのを分かっているので、ベストのボールを投げないと抑えられない打者だと思って投げました。トラウト選手をリスペクトしているからこそあの投球につながったのですね。さらにオルティス氏はこんなユニークな質問もしていました。真剣な質問をしたいんだけど、どの惑星から生まれたの？まるで人間技とは思えない大谷選手の活躍に思わず出てきたジョーク交じりの質問だったようです。それでも大谷選手はしっかりと受け答えをしていました。日本の田舎というかチームも少ないようなところでやっていたので、本当に日本の人たちからしても頑張ればこういうところでできるんだというのを示せて本当に良かったと思います。大谷選手がこの侍ジャパンで優勝だけを目指してやってきた意味が詰まった回答だったと思います。
日本中のファンに、そして野球を楽しむ子どもたちに、侍ジャパンが届けてくれた夢と希望は計り知れないものがありますよね。大谷選手は試合終了後、トラウト選手と健闘を称え合い、ツーショット写真を撮影。その写真を見たファンからは感動の声が寄せられていました。チームメイトとしても戦友としても高め合っている様子を感じられて胸熱。ここからすでに物語は始まっていたんだね。世界が誇る最高の2人、感動的な写真と動画が見られて幸せ。これほどまでにドラマチックな展開を誰が予想できたでしょうか。過去の自分にこの出来事を伝えても信じてもらえないかもしれません。それほどまでに今回の WBC は本当に劇的な幕引きとなりました。大谷選手への称賛の声が止まらない。この活躍で大谷選手は見事大会の MVP に選ばれ、さらに投手と DH の2部門でベストナインにも選ばれました。実は大谷選手、高校時代に作成した人生目標シートの27歳の欄にこんな目標を書いていました。 WBC 日本代表 MVP、 まさに有言実行とはこのことです。とんでもない選手ですね。侍ジャパンを取材していたスポーツ紙の記者はこのようにコメントし、大谷選手の凄さを伝えました。こんな選手は二度と現れないでしょう。大谷が投打で対戦国にかける圧力はすごかった。 WBC 決勝に指名打者でスタメン出場し、最後は投手で抑えて勝つ。こんな選手は二度と現れないでしょう。新日本プロレスの IWGP 世界ヘビー級王者岡田和親選手も侍ジャパンの試合を観戦していました。岡田さんは大谷選手に対してこのようにコメントしていました。もう主人公ですよね。いるだけで物語ができてしまう方なんだなと思いました。本当に最後の瞬間も含めて大谷選手は漫画の主人公のようでしたね。韓国メディアイルガンスポーツも最後の瞬間をこのように報じました。漫画野球、筋書きのないドラマの主人公を演じたのはやはり大谷だった。スーパースターは漫画野球の真髄を見せつけた。さらに大谷選手が大会 MVP に選ばれたことについてもこのように称賛していました。大谷が大会 MVP に選ばれたのは当然の結果だ。日本代表が繰り広げた筋書きのない名作、大谷だからこそ最後まで主人公を張れたのだ。今大会にプエルトリコ代表として参戦していたカブスのマーカス・ストローマン選手も自身のツイッターに大谷選手への感動を投稿し、このように称えていました。大谷に10億ドルあげろよ。あいつは野球場に現れた神話的なユニコーンか神だ。また試合を見守っていたエンゼルスのフィル・ネビン監督も大谷 VS トラウトの対決が実現したことを喜び、健闘を称えていました。この試合は世界で一番いい試合だ。このゲームが世界最高のものであること、このようなドラマを一緒にできるスポーツは他にない。そして野球はその点では完璧だと思う。改めて野球というスポーツが素晴らしいものだと実感させてくれました。プレー外でもチームメイトに積極的に声をかける姿や、敗れたチェコ代表の帽子をかぶって渡米する姿など、相手へのリスペクトを忘れず野球を楽しむ大谷選手の人間性も多くのファンの胸を打ったことでしょう。最後に優勝トロフィーを受け取った大谷選手の笑顔は本当に清々しいものでした。改めて最高の大会でしたね。世界中を感動の渦に巻き込んだ WBC、 日本に世界一という素晴らしい結果、そして夢と感動をもたらしてくれた侍ジャパンに感謝しかありません。終わってしまうのが寂しいですよね。大谷選手は試合後のインタビューで、今回の優勝がこれまでの栄冠の中でどこにランクインするか聞かれ、このようにコメントしていました。今のところトップじゃないかなと思います。本当にこのシチュエーションで投げるというのはなかなかないことだと思うので、緊張はしましたけど感謝の方が大きかったですね。大谷選手にとってもチームが一丸となって掴み取ったこの勝利は非常に大きなものだったのですね。また次回大会について聞かれた際にはこのようにコメントしていました。出たいですね。僕が一定のレベルに居続けるというのが条件ですし、そうなるように最善の努力を毎年したいと思います。そして優勝の瞬間を喜びながらも、向上心の高い大谷選手らしく次のようなコメントをしていました。今日勝ったからといって目標が達成されたわけではない。これを一つの通過点にしてもっともっと頑張っていきたい。
これからシーズンが始まるので、そこに向かって日々努力したい。興奮冷めやらぬ中、もうすでに次回大会のことやシーズンのことをここまで冷静に語れるのは、なんというか大谷選手らしくて、逆にほっとしてしまいますね。大谷選手はこれからもとどまることなく走り続けるでしょう。私たちも彼の活躍をこの目で見られることに感謝して、その進化を応援していきたいですね。そしてまた3年後、さらなる成長を遂げた侍ジャパンが見られることを楽しみにしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。また WBC で思い出に残っていることや感動したシーンなどをコメント欄で教えてくれると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。この度ホマレックチャンネル2ということでサブチャンネルを開設いたしました。サブチャンネルでは大谷選手以外の日本人メジャーリーガーエピソードを中心に投稿していきたいと思います。すでにダルビッシュ選手の侍ジャパンでのエピソードを凝縮した動画を投稿しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。